くもちゃん、最近なんか自分の中で熱い女さん風とか聞いてもいいですか？いや、おさ、俺の時に言えよ、お前さ、リジュアルさんの時にそうやってヒントとか言えるとずるいだろ、お前。何したの？性格悪いぞ、マジで。チャンネル登録よろしく。はい、どうもジャンギです。今回はクレイ組で寿司だっていうゲームやっていきたいと思います。イエーイイエーイパチパチパチというわけで、まあ寿司だっていうゲームは、まあなんか寿司が流れてくるんですけど、それでタイピング速度をね競うゲームですね、まあ、いやーね、いやー、クモさんの圧勝じゃない？確かにめちゃくちゃ多分速いあるなー。リジュアコさんとかも多分仕事とかでパソコン使うことあると思うから、それなりに大変早そうな気がする。いやいやいや、遅いよ。いや、ビリーはカイキングさんか僕の。いやー、分からんね。で、言ってもあれですから、50人かと参加勢はやっぱ本人の面白さも大事だけど、タイピング速度っていうのはめちゃくちゃやっぱ大変じゃないですか、50人かとやってて。そうですね、これは多分皆さんすごく感じ取ってると思うんで、今回はねそこら辺もねちょっと大事にしながらやっていきたいと思います。チャンネル登録忘れてない？というわけで、はい、1人目はね、まあ、ちょっと見本として、まあ、どういうゲームかっていう説明も兼ねて僕からやっていきたいと思います。まあ、難易度はねいろいろあるんだけど、今回はおすすめ一番楽そうな、楽ではないか、まあ これでやっていきたいと思います。おい、ちょっと待って、タイミング、ちょっとマウスと充電切れた。ピタッて今マウスと充電切れた。ああ。まあ、マウス使わないからね。まあ、言うてキーボードしか使わないから。いや、それさ、動いた。あ、マウスしか使わないからあれなんですけど、じゃあやっていきたいと思います。それでエンターを押して。エンターが分かんなかった。オーソルジュワイカにノウハイ。頑張れ。こんなん、あ、でも。使わんやろ。ポリゴン、お、いらんこと言うな、いらんこと言うな、マジで。犬。やめろ。ぬか。プラネタリウム。プラネタリウム。かいちゃん、最近楽しかったことは何ですか？最近楽しかったこと？あるけどね、最近楽しかったことっていうか、嬉しいことは、すごい。仕事がね、早く終わったんですよ、最近。ほう。いつもね、仕事が8時間とか9時間あるところね、4時間で終わったことがあって、ああ終わった、もう最悪。それでね、給料が変わんないからすごく良かったです。あー、すごいね。早く帰って何したの？性格悪いぞ、マジで。すごい量喋りながら打ってる。いや、でも伸ばしまくってるよ、今。あ、ほら、逃した。はい、いけた。ああ、ギリギリ。さま、でした。くるみ。じゃあ、ウィンってどれだ？あ、わかんない、マジでわかんねえ。これが、くるみ割りいいか。あー、今の途中で切れたわ。タイピングミスはないけど、取り逃すみたいな。ちょ、みんな引いてるでしょ。残り10秒。やばい。残り10秒。あ、ほんとだ。3、2、1。あ、終わったわ。もう無理だ。まだ終わってないよ。まだ終わってないですよ。お前ちょっと、お前終わったと思ってやめちゃった。お前性格悪すぎ、マジで。いやぁ、損しかしてないわ、まあ、これ邪魔する側も性格出ますね。こんな感じでやるでって感じですね。正直俺が多分ちょっと終わってる感じではする。チャンネル登録よろしく。邪魔しないでくださいね。いやノエタ、最近さ、そのだけど早っ、先生。はい、先生したんだよね。何それ。ん、え、あれ、なんか一番だるい、なんかだるがらみして、何の話してるかわからないっていうのが一番だるい。いや、頭使うじゃん。あー、はやってか、はやめちゃくちゃ、地味に早くね。早くね。昨日の夜何食べた？あ、本当だ、昨日の夜何食べたの、ノエル。おい、お前しゃべ、こいつさ、俺思うんだよ、こいつとなんかさ、え、こっち悪いぞ、こいつ。こいつと一緒にゲーム配信したことはあるんだけどさ、真面目になったらマジで一言も喋らなくなるんだよな。まあ、ほんとなんか、VTuber としてどうだ、その喋らなくなる。あ、ちょっと肩を使った。え、昨日の夜ご飯何食べたの、ノエル。うん。キクラゲ。キクラゲ？キクラゲ夜ご飯？あれ？何でしたっけ？キクラゲ夜ご飯、お腹入んなくね？今日も起きてから食べたものでもいいよ。あ、本当だ。今餅ですね。昼ご飯だ。お餅食べたんだ。はい。刺身醤油じゃなくて、わらび餅？何でしたっけ？砂糖醤油。砂糖醤油ですね。え、砂糖醤油食べるの？
甘いの美味しい。でも美味しくないですか？美味しいよ、餅が砂糖醤油が美味しい、うん、なんだっけ俺、あんこのさ、お餅あんじゃん。俺あれ嫌いなんだよな。あんこ、お餅、お餅あんこで美味しくないですか？小豆か、あんこ、なんだっけ、お雑煮か。あー、お雑煮めっちゃうまいじゃん。え、すごい。いやー、難しい。え、すごいじゃん。3400円も得してんの。おすごい。すごい。さっき俺損したから、2000円ぐらい損したから、おごってほしいよ、その3400円。チャンネル登録、忘れてない？え、みちゃこさん高級ですよね。みちゃこさんだけど、仕事でパソコン使ってたら、いや、さすがに。のノエルよりは早いよな。やめて、確かに。これでできなかったら、僕仕事遅いやつだってなるからやめて。仕事できないやつみたいになるな。遅いんだよタイピング、はい。学校の学生の勉強できないはいいけど、なんか社会人で仕事できない。いや刺さる。社内の命運がかかってる。みちゃこさんならきっとできますよ。応援してます。やってもいいですよ。僕たちは全然フリーに喋るんで。はい。え、にじやこさん今日何時に起きた？5時？ 5 時って朝？え、5時？え、だって昨日寝た時間何時？夕方の。夕方か。ああ。全然寝てねえじゃん。今だって6時14分。起きたばっかじゃん。え、でも結構な時間寝てません？あ、まあ寝てる時間くらい。え、朝起きて何食べました？あるある。俺さ、これ思ったんだけど、ノエル自分の時全然喋らなかったかって人にさ、他人と交換の時めっちゃ流暢に喋るじゃん、こいつ。え、逃げよう。パス機能ってのがあってさ、そのお茶クリックするとパスできるよ。あ、そうなんだ。お前さ、そうなんですね、お前俺の時に言えよ、お前さ、リジアコさんの時にそうやってヒントの言えるとずるいだろ、お前。カイキングさん。そんな機能ないよ。あ、ないの、あ、ないの。お前さ、一番性格悪いよ、俺。そういう機能あるのかと思って、俺。それ俺の時言えよと思った。あれ結構西尾さんミスってません？大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫大丈夫。本当に？西尾さん結構マルチタスク苦手そうなタイプだと思う。喋りながらゲームできないタイプだと思う。できない。西尾さんさ、彼氏にするならどんな人がいい？あー、確かにそれ聞きたいかも。あー、え、うるさい？え、何？今多分言ってたけど、かけさえてた。確かにどういうタイプがいいんでしょうかね。くもくん気になるね。気になるね。だから仕事を頑張ってる人。あ、じゃあ俺とかワンちゃんありですか？あ、まあまあ、くもくんはね、結構50人カットの仕事は頑張ってるから、50人カットの。そう。え？本気の映画来た今。いや、どうだ？いや、いい感じじゃん。おプラスだ。一応プラスではある。あ、よかった、得で。もうこの時点でカイキングさんのビリが確定してるんですけど。俺がめちゃくちゃ遅いかもしれない。クモはだけなんやかんや喋ってゲームはできるタイプな気がするから。いや、俺ガン無しようかな。いや、それはやばい。いやー、チャンネル登録よろしく。モードはちゃんと変わってるね。クモちゃんはコマンド勢ですからね。そうね、動画も上げてたよね。あ、早いの。あ、早い。あ、だけど、ミスが。あ、でも。あれか、やばい、誰か、なんか質問を投げかけないと。クモ、今日昼何食べた？パスタ。パスタ？パスタ？パスタ作った、お前。何食べた？何パスタ？何パスタ？おい、これノエルと同じパターンだ。喋らないとずるいぞ。なんだっけ、トマト。あ、トマトスパゲティだ。美味しそう。ヘルシーですね。え、寿司は最近食べました？この前食った。おお。よく食べるね。じゃあちょっとクモちゃん、最近なんか自分の中で熱い女さん風邪とか聞いてもいいですか？いや、おさ。即答なんですよ。本人の前で言うの結構なんかすごい、なんか俺笑っちゃう。そ、どうだ、虹山さんどうですか？いい、掘らなくていい、掘らなくていい。だけど結構今なんか、くもくんが今、推しみたいな感じですけど、どうでしょうかね。虹山さん、ちょっと。何？今ちょっと、あれか、ちょっとなんか、ノイズ走ったから聞こえなかった。ああ、うん。ああ、しょうがない。何の話する？ああ、ごめん、何の話しよっか。何の話しよっか。早口言葉言ってもらえません？一番だるい。生麦、生米のやつ言ってよ、くもちゃん。くもちゃん、あれ、くもちゃん、終わった。あれ、どうだろう、遅かった。なんやかんや。あー、だけどノエルと僅差。ノエタいくつだっけ？ノエルが3000円ぐらい得してた。ノエタいくつだっけ？
ノエル3000円ぐらいの曲だったから、で多分1位がクモちゃん、ノエルで、2位がクモちゃんで、3位が虹はごさんで、ノエタンでも平均タイプ 4.7 とかじゃなかった？確かそんくらいですよね、うん、あれなんでだ、あそこも結構大事なのか、得とか得っていうのは結局総合点なのか、遅くなったらいや結構むずいな、けど50人が次ハンデとか、ハンデというの高級でやる、高級でもなんか強い人は高級で弱い人はあそれやってお手軽みたいな、ちょっとバランス調整みたいな、だから俺すげえ俺のために排除してくれるノエル優しい、何分入れましょう、邪魔されると確かにさめちゃくちゃ遅くなるわ、いやそうですよね、難しい、難しいね、多分一番頑張らないといけないのは多分僕なんですけど、明らかに頑張ってください、頑張ってください、というわけで今回はクリエ組で寿司だやってきました、よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします、お願いします、お願いします、罰ゲームはないんですか、罰ゲームは考えてなかったかな Thank you.